ンチは、神経性です。今回の動画は、プラレール、S45-323 系大阪環状線を、開封してみたいと思います。ちなみにこの車両は、2編成目です。1編成目は、225系5100番台に改造されたため、2編成目は、225系100番台を製作するためです。そんなことは、どうでもいいので、開封していきます。箱から出すと、このような感じです。紹介は、1編成目と、同じです。なので、概要欄のリンクを貼っておきます。側面です。シールが一切使用されていません。ただし、クーラーが塗っていません。少し手抜き感もあるでしょう。中間車です。中間車は、パンタグラフが両方ついています。こちらも同様、クーラーが塗っていません。最後に後尾車です。後尾車の行き先は、省略されています。こちらも同様、ヘッドライトとテールライトが両方ついてるのは謎です。基本的に先頭車と同じです。こちらも同様、クーラーが塗っていません。プラ列車カードもついてました。この動画では、自動では読みません。見たいって方は、止めるのボタンを押して、読んでください。適当に、西日本の車両を投げてみました。サウンド225系欲しいですね。というわけで、323系第2編成目でした。第3編成目は、521系3次車になるそうです。今日も、神経性 800N の動画を、最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録と、高評価を、よろしくお願いします。